こんにちは。今回ロイヤルの新レジェンド含む3枚の、3枚の新カードが、紹介されていたので、そちら紹介していこうかなと思います。で、やっとロイヤルのレジェンドカードが、発表されました。ニコス22レジェンドまあスノーホワイトプリンセスとか、やっぱニコスとかこう低コストのレジェンドカードって結構こう使われ勝手がいいから、かなりこう強いんじゃないかなと思ってます。まあ、ソラの指揮官セリア、コスト22ロイヤルのカードで、絶望の使徒セリアか、もしくは希望の戦術家セリアを、手札にあるとき自分の残り PP が5以上ならチョイスしたカードとしてプレイすると。まあエンハンス5みたいな感じでプレイするカードだと思う。まあでも5コス22になっちゃうんだよな、ちょっとそれが弱いんですけど、絶望の使徒セリアが5コス24疾走を持ってると、この時点で結構強いなと思ってて、ファンファーレ、自分の他のフォロワーの数と同じだけプラス1ゼロする、自分の他のフォロワー全てうわー強すぎる、強すぎる。これどう強いかっていうと、もし他にフォロワーが4体いたとします。4枚手札に戻して64疾走、なおかつ5コストは絶対進化権が残っていると仮定するならば、8点疾走っていうのが序盤にできてしまうわけな。でこれ盤面取っていくなんか超アグロロイヤルみたいな、ペルセウス、ワンガードン、クレックブレーダーみたいな、こうバンバン置いていって、そういう疾走とかを全部回収しつつ8点疾走当てて、また食いぶれとかを手札から使っていくみたいな、エルフみたいな動きができると、これ強すぎるわ。これ進化込みで8点疾走とか頭おかしいでこれただやっぱりさっきも言った通り、5コストでセリアを出してやっぱこう悠長プレイングをした後にさらに盤面にもフォロワーがいないといけないっていうところで、なかなかこう難しいのかなっていうのは、まあ、PP を5消費してプレイするもんな、だからエンハンス5やもんな、これってなかなか厳しいのかなと思ってて、希望の戦術家セリアに関しては5コス24フォロワー、ファンファーレでシールドガーディアン1体とヘビーナイト1体なんです。まあ、こっちはあんま使われないのかなと思ってます。基本的に絶望の使徒セリアをいっぱい使っていくデッキなんですが、まあ、ちょっとこれをな5コスで出さないといけないっていうのかな。でも出してしまえば8点失踪なんで、まあ、終盤なんかコントロールロイヤルとかにも入ってきそうやし、まあ、アグロコントロール問わずなんかすごい強いカードなんかなと思いました。まあ、これ間違いなくぶっ壊れ、もう最強を超える強さと、もうそう銘打っとくわ。次これまあ結構前に紹介されたカードなんですが、魂の再生、ネクロマンサー2コストのカードでリアニメイト3すると、でエンハンス8だとリアニメイト5する、まあ弱いと思うわ。次、エルフのゴールドカード、愛の妖精ポーラちゃん、新緑の純真ポーラかシンクの絆ポーラを手札に加えると、手札になるときこのターン中にこのカード含めず2枚以上プレイしてチョイスしたカードとしてプレイすると。まあエルフらしいカードだな。ゴールド、まあこれぶっちゃけ微妙だと思ってて、ニコスとエルフのフォロワー、ファンファーレ、自分の他のフォロワー1体がアミュレット人を手札に戻すと、なんかダンジョンフェアリーっていうパパッとソドマにご案内とかいうカードの介護官のキャスト、これちょっと微妙やな。シンクの傷のポーラ、これもファンファーレで相手のフォロワー1体1ダメージ、これメイでな、いいし、ニコスに、まあでもニコスに2っていう標準スタッツを持っておきながら相手の盤面取れるっていうのは強いのかな。だからテンポ重視の今のなんかインセクトキングとかイバラとか、こう盤面取りつつこうリーフマンとか殴っていくテンポ系のデッキに今入ってくるのかなと、まあ、あんま強くないとは個人的に思いました。ただこのセリアに関しては、この絶望の使徒セリアっていうカードがまあ無双状態な、まあ、5コス3点やったらマルベールやし、進化しても4、6疾走ってことやろ、なかなかこう強いんじゃないかなと、まあ、思いました。